ガワラ立ち。さ、ウェーブの12分の1、ミームちゃんの続きですけども、前回ね、ここまで作ったんで、あと腕と、顔を作るだけでございます。じゃあ今日頑張って完成させます。腕が出来上がりまして組み込んでみましたところ、どうもね、この左肩の関節のポリキャップが緩いようで、ここをちょっとね、ビニールなんかを詰めてね、適当にビニールを切りますね。じゃあこれ多分透明だから見えないと思うんですけど、ビニール乗せました。ビニールの切れっ端を乗せて、でポリキャップをぐっとくるむように、若干マシになりました。フェイス部分ですが3タイプありまして、ちょっと表情を動かしてる感じですね。これ付け替えが簡単なのかと思ったら案外そうでもなくて、これを付け替えて遊ぶというのは非現実的かもしれないですね。一通り動かしてみたんですけども、首の関節のね、この部品、ここがね、ちょっと外れやすいかなと思うんで、スナップフィット式のプラモではありますけども、ここだけはセメントで接着してしまいましょう。じゃあしばらく乾燥を待ちますね。これそして、はい、じゃあ接着剤も乾きましたんで、残りを組み立てていきます。はい、組み立てが完了しました。うわーうわー、まあ、パトレーバーをご覧の方はね、ご存知かと思います。ブシャーバーなんちゃって、まあ、3層弦のロボットね、これの1代前でしたっけ、1世代前のやつはね、出渕豊さんがデザインされてましたんでね、パトレーバーのようにブシャーこういうのありかなって。何を言っとるんだ俺は。まあいいや、そんなこと。はい、じゃあ次はね、シール、このキラキラシールを貼っていきたいと思いますけども、その前にちょっとお片付けしましょうかね。ゴミが出ましたからね。そしてシールを貼ってる途中だったんですけども、僕の忍耐が限界に来てしまいまして、もうここで投げ出します。はい、シールをちょっと貼ったあたりでもうやめさせてください。これは昔ながらのね、水で貼るデカールだったらなんとかなるんですけど、腹が立ってしょうがない。これだけ曲面があるのにね、これだけ曲面なのに、紙に糊のついたシールですよ。貼れるわけないじゃない、そんなもの。まあでも今時のプラモってそうなんですよね。でまあせっかくこれ買ったんでね、せっかくこれ買ったんで、もうやること一つですよ。もうね、行ってみましょう。実物の方は二足歩行ロボットなんでね、大丈夫だと思いますけど、フットプリントが非常に小さいプラモデルなので、フットプリントね、スタンドが欲しいですね。スタンドがあればもっといろんなポージングできたのになって、そんな風に思いました。カトキ立ち、ガワラ立ち、フジコ立ち、